キーマンダ512メガビット GDDR3、キーマンダは、かつて存在した、ドイツの半導体メモリメーカー。インフィニオンテクノロジーズが、株式の77.47%を支配していた。ハイテク産業調査会社ガートナーデータクエストによると、世界第3位の d r a m メーカーとされる。300mm チップ製造のトップメーカーで、パーソナルコンピュータ サーバ市場向けの D-LAM 供給トップの一つであった。2008年時点で全世界でおよそ1万2千人の従業員を抱えていた。ドレスデンに研究開発センターがあり、PC とサーバー製品に重点を置き、グラフィックスでも GDDR5 の開発、企画化を推進するなど、業界を牽引してきた。2006年5月1日にインフィニオンテクノロジーズの メモリ部門を分社化して設立されたが、キマンダ及びインフィニオンの2007年第3、市販機決算発表によると、メモリ価格の大幅な下落によりキマンダが、多額の損失を計上し、同年、第2市販機と比較し、インフィニオンの損失は大幅に拡大した。インフィニオンは2009年株主総会までに、キマンダ株の保有比率を50%以下に引き下げる、計画を発表した。 2007年10月2日にはソニーとの提携が報じられたほか、2008年4月25日には日本の D ラム大手 LP だと開発、生産で提携することを発表。2011年頃に製品化される最先端 D ラムを共同開発するほか、合弁生産や製品の相互供給も検討されていた。しかし、世界同時不況の影響と D ラム市況の悪化により、 マンダが、経営破綻し、2009年1月23日に破産申請。2009年4月1日に事業再生手続きを開始した。2009年8月6日、l p d へ GDDR3GDDR5 に関する技術、及び開発チームを譲渡することを発表。l p d は2010年間期に台湾、下期に広島工場にて、 GDDR5 の量産を開始。2009年10月12日には経営再建の一環として同社のライセンス資産の管理を行う会社、キマンダライセンシングを米国フロリダ州に設立したと発表した。キマンダが多数保有する半導体特許のライセンス資産の管理、販売をキマンダライセンシングが担当することになった。キーマンダという社名は造語であり、 インフィニオンからの文社時に世界4位のデーラムメーカーであった同社のさらなる成長への理念が込められていた。複数の語彙を持ち、多言語での解釈が可能である。地位は中国語の木に通じる。地位を英語のキー、モンダをラテン語のムーンディスと連想することにより、世界への鍵と解釈することができる。また、 キーマンダのロゴは丸みを帯びた字体と紫の文字色で構成されており、字体は創造性を、文字色はリーダーシップを表現している。ありがとうございます。